ハブは、漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では124番目に、置かれる。羽地は、鳥の翼上にある長い毛である羽を意味し、その形にかたどる。引き伸ばして広く鳥毛全般を指し、また翼を意味することもある。さらに、鳥類の代償、羽を使った道具であるや、舞いグ、扇、五星の一つなどを意味する。なお、 節問会辞には短い毛である羽毛に相当する字も収録されているが、現在は使われていない。変貌のイフとしては鳥や翼鳥が飛ぶことに関することを示す。羽ブはこのようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。変貌の羽の筆角は歴史的、地理的に細かく異なっている。曲がった羽の主軸から毛が出た形であり、 天書では左下に向かって三本ずつの長い斜めの画が出ており、霊書ではこれが二本の横角となる。この時主軸である一画目とけの二点三画目は離れるようになったものが多いが、冠の位置では余裕の形となり、くっついて書かれるものが多い。当代の解書碑文を見ると、作りの位置では羽のように主軸部分の一画目の最後を跳ねた、針状、毛部分の二画目、 三角目を点と羽の形とする。冠の位置では、作りと同型とすることもあるが、用のように一角目の最後は羽根ずに止め、二角目、三角目を二つの横角とする例書と同じく余々型とすることも多い。印刷書体では、後期辞典が、点書に習い二角目、三角目を二つの払いにする、形を採用した。二払いは作り、冠に関わらず同型であるが、一角目の最後は、 作りの位置にあるときは、跳ねる針状であり、冠の位置にあるときは止めた棒状である。中国の新字型は、2.3角目を、点羽根にする形を採用したが、1角目の最後は、作りの位置で、針状、冠の位置で棒状である。台湾の国字標準自体、香港の常用技字形表も2.3角目は、点羽根を採用するが、1角目の最後は作り、冠に関わらず、 針状とする。つまり、どの位置であっても、同じ字型である。ただし、コンピュータ上で、Windows が、標準搭載する本と再命定、新再命定は5.03版以降でないとこれに、対応しておらず、それ以前の版では、後期時点体で表される。日本の新字体においては、作り、冠に限らず1画目の最後を針状、2.3画目を、 点はねとすることがほとんどであるが、ようや、明る、明らのような字は、余用採用している。ただしこの形が適用されるのは、常用漢字及び人名用漢字のみであり、表外字については2000年の、表外漢字や座代表では原則として、後期字天体に従っているため、例えば、小と、うのように同じような構造の字で、字型が異なることも起きている。はね、ありがとうございます。